こんばんは、マーティン。レアのミラクルボーイ、キングタです。まあ、今日は音楽が大、関わる仕事を言います。音楽好きのために、音楽タレント、これね、大変なもんです。オーディション持ち込み、ライブで発掘、そうです、デビューとしては。まあ、ミュージシャン、歌手を目指すのはおすすめ。まあ、歌手、まあ、ミュージシャン、あとは声楽家、邦楽家。声楽は、まあ、クラシックの歌とか、オペラとか、はい。邦楽は、まあ、琴、三味線、包み、尺八など日本の伝統楽器を演奏する人です。クラシック演奏家も大変なもんです。独奏曲、協奏曲の作品ですね。はい。オーケストラ団員、あとは、コレペティトゥア。これ、オペラの練習の時にピアノの伴奏を行うが、その役割は伴奏だけなく、オペラの教師役となり、いろいろ指導するんです。大変なもんですね。指揮者。はい。楽器の先生。これ、いいですね。幼児リミット。リトミック指導員、これ。ギリシャ語でリズムという意味でございます。これ。大変なコースでございます。ピアノ調律師、これ。整うのは大変。下手したら大変なことになるよ。管楽器、リペアマン、これ。木管、金管の専門工房で働いたり、メーカーを店に就職して、まあ、独立する人もいるんです。楽器製作メーカーで働く人もすごいです。楽器職人、作曲家、あとは編曲家、シャフ者、シャフ屋ですね。クラシックのスコアとかいろいろパートの譜を書き出す人です。作詞家、楽譜出版社で働く人もすごいですね。他にも音響エンジニア、レコーディングプロデューサー、あとはレコーディングディレクター、レコーディングエンジニア、これ作るのも大変。プログラマー、マスタリングエンジニア、DTM クリエイター、これね、CD の楽譜からですね。はい。インペングやインスペクトアの役でございます。コンサートのプロデューサー、舞台の監督、あと照明係、PA、美術デザイナー、ローディー、あとはクラブ DJ などいろいろ音楽に関する仕事は大変です。というわけで音楽に関する職業でした。バイバイ。